しこは1923年の冬に生まれ、徳商大学の先生の上野江三郎さんという人の家で飼われることになりました。上野さんは、はしこのことが大好きでした。雨の時には、家に入れ、自分の子供のように可愛がり、毎日一緒に遊びました。はしこも、上野さんが大好きでした。上野さんが大学に行くとき、はしこは、渋谷駅まで毎日一緒に行きました。上野さんが電車に乗ると、はしこは自分で家に帰ります。毎日夕方、こっちにいる上野さんが駅に着く前に、はしこは駅に迎えに行きました。そして、上野さんが電車から降りてくると、すぐに気づいて、上野さんのところに走っていきます。一年半、毎日、はしこは上野さんの迎えに行きました。上野さんにとっても、はしこにとって、とても幸せな時でした。4月、1925年の夏の初めのある日、いつものように大学に行った上野さんは、仕事をしている時に、国の高速で倒れてしまいました。手当てをしましたが、その日に死んでしまいました。はしこは犬ですから、そのことはわかりません。それで、次の日、はしこは夕方になると、上野さんの駅に迎えに行きました。もちろん上野さんは帰ってきません。それで一晩中、そこに座って上野さんを待っていました。朝になっても帰ってこないので、はしこは家に帰りました。でも次の日も夕方、5時になると、また駅まで来て、上野さんを待つのでした。はしこは、毎日、駅で上野さんを待ち続けました。それで、やがて町の人は、はしこのことをかわいそうに思いました。なぜなら、みんなは上野さんが帰ってこないことを知っているからです。それでも、はしこは毎日、数年間、同じ時間に駅に行くのでした。それで、ある新聞がはしこのことを書きました。すると、大勢の人がはしこのことを応援するようになりました。雨や雪の時には、駅の中に入れてくれるようになりました。そして、とうとう、10年が過ぎました。みんなは、感謝の気持ちを忘れず、毎日、時間を守るはしこに感動して、はしこの銅像を作りました。銅像が完成した時には、次に大勢の人が集まり、駅の前の道路はいっぱいになりました。その後も、歳を取ったはしこは、体を引きずりながら、毎日、夕方駅に行きました。そして、1935年3月8日、雪が降る朝、はしこは、駅の前で死んでいるのが見つかりました。入院祭でした。今でも、特書の渋谷駅の前にあるはしこの銅像は、町のシンボルとして人々に愛されています。
ハチ公のことを聞いた世界中の人が銅像を見に来ます。ハチ公は死んでから80年以上経った今までも多くの人を感動させているのです。終わり。